皆さんこんにちは、モレノです。本日はアリソンウィンターワイルドカードレビューしていきます。年内最後のレビューと思ってますので、まあ皆様良いお年をお過ごしください。今年もたくさん皆様にはお世話になりました。来年も頑張っていきたいと思います。で、まあ今年最後の SBC アリソンが来ました。なぜセンターミッド、なんかずれてるよね正直、まあヴァン・ニッセルキーパーに置いていて、まあ言える立場じゃないかもしれないんですけど、そもそもアイコンどころかキーパーの特殊カードってほとんど出てないんですよ今作。実際多分使える選手っていうと活躍ベースでテアシュレーゲンが出てる以外に1枚も出ないんですよ。トップメタのアイコンキーパーじゃなくて普通のキーパー、メンディが特殊で最高値ですかね。まああとはジダンだったりトラップみたいな選手がいますけど、やっぱりそのトップメタと言われるノイアーであったり、まあ、オブラク、エデルソン、アリソン、テアシュテーゲン、クルトワ、ここら辺の選手が全く特殊出てない状態で、まあクルトワストライカー来て、アリソンセンターミッドで来て、いや何考えてるのか本当に分かんないですよね。でまあアリソン作成コスト60万コイン高いです。高い、なのでまあその価値が本当にあるのかっていうのを今日見ていければなと思ってます。身長193センチ、ハイハイワークレートのスキル4、逆足4、まあここら辺のスペックは割とフリットと似てるのかなと思ってます。でセンターミッド CDM のポジションを持っていて、能力見ていくと結構微妙なのかなっていうのは思ってます。60万するなら、まあよっぽど身長がある分その存在感を出せるのかが一つポイントで、ただ能力的に言ってしまうとこのカードは60万の能力ではないと思います。それこそ何かしらが足りない、もう少しペースがあるのか、まあ守備スタッツがあるのか、なんかスタッツだけ見ると本当にどうやって生かしたらいいのかわからない選手の一人なのかなと思ってます。で、今回シャドウとアンカー両方使ってきます。先シャドウの後ろアンカーで使いました。理由としては加速タイプが変わります。アンカーだとやや長いになるものの、シャドウだと控えめになりますので、まあ、そこの走り方、加速の、まあ、種類ですねを比較できたらなと思っております。で、パワーシュートプラス、これもね正直微妙なのかなと僕は思ってますね。何でしょう、ハイハイワークレートの選手ではあるんですけど、どちらかというと、まあ、守備的な方が合ってるのかなと思う中、まあ、このパワーシュートってもちろん弱くはないプレースタイルだとは思うんですけど、どちらかというと例えば予測プラスとかがあった方が全然嬉しいかなって感じですね。でパワーヘッダー、ブルーザー、シールド容赦なし、まあ、ブルーザー、シールド容赦なし、ここら辺は嬉しいですね。まあ、よく言うのであれば、ここの3つとか、あとはもう守備が全般的にあれば、なお良かったのかなとは思ってます。で、まあ、ブラジル人で、リバプールの選手ですので、ケミストリー的には困ることないでしょう。で、今日、フリットの相方として使っていきます。で、ぐるぐるさせてます。ぐるぐるっていうのは、まあ、ここの指示ですね。基本的にはフリットは僕はもう中央カバーでバランスオフェンスにしたいんですが、まあ割とアリソンもそっちタイプの選手ではあるので中央カバーにしたり、あとはクロスに合わせると無理やり前に行かせた状態であったり、まあいろいろここら辺いじりながら見ています。本当にどれが適正なのかっていうのも探っていければなと思ってます。ではアリソン見ていきます。ドリブルに関しては悪くはないなと思ったんですけど、まあ、決して良くはないですね。スピードもある分、まあ、最低限も間違いなくできる選手だなと思いました。ただ何でしょう、驚きみたいなのは特にないですね。で、193センチなので、まあ、僕のチームが大きいっていうのは間違いなくあるんですよ。フリットだったりあとはファンダイクがいるので、まあ、190センチ台の選手2人他にいるので、そこまで、まあ、目立つっていうこともないですね。でボディ的にはファンダイクと結構似てるかなと思いました。ダイクより全然ドリブルはいいんですけど、
まあ、その大工ほどの、なんて言うんでしょう、威圧感っていうものはなかったですね。で、まあ、この選手、本当に結構がっつり今日使っていく中、適性がどこなのかなってすごい模索してたんですね。で、まあ、ここでボールを受けて、もちろん運ぶこともできて、これですね。この選手の良さ、一番の良さはパワーシュート。いかにああいうシーンを作れるかがこの選手の使い方としては正解だと思うんですね。ただ実際、まあ、上位ランクの隊に行くとやっぱりそのパワーシュート打たせてくれないですよ。もうスペースを切られてしまうんで。なのでやっぱりある程度余裕のある試合で、まあ、派手に見えてすげえなって見えますけど、あのゴールがやっぱいらないんですよね。ここもちょっとミスりましたけど、まあ本当にパワーシュートに自信がある方であればすごい使いこなせるカードではあるかなと思ってます。で、まあ攻撃面に関しては本当にもうパワーシュート、あとは身長が大きいので、もし攻撃的にこの選手を使う場合は確実に指示はつけた方がいいなと思いました。なぜならば動き方としては微妙ですね、この選手の場合。もちろん今みたいなシーンは出てくれはするものの、もう指示をがっつりつけちゃった方がいいと思います。もう守備をさせるにも攻撃をさせるにも、特に攻撃にさせるときかな、攻撃的にアリソンを使いたいっていうのであれば、本当に前に行くであったりクロスに合わせる、ここら辺の指示は絶対つけた方がいいですね。バランスだとこの選手の動き方的にそこまで前に上がってこないんですよね。まあ、ちょっと相方がねフリットだっていうのもあるとは思うんですけど、個人的にはそっちの方がこの選手には合ってるのかなと思いまして、でここからアンカーにしました。で、まあ、アンカーにした時の加速っていうのは確実に変わりますね。ドリブルも若干不器用になるんですけど、やっぱその、まあ、フリットであったり、まあ、次男とかもそうですね、ダイナミックに走るっていうことはアンカーの方が確実にできるんだと思ったので、まあアンカーの方がこの選手は合ってるのかなとは思いましたね。ここら辺が決まってくれれば面白いんですけどね。で、まあ全体的に使ってて、なんでしょうね、これだっていう決め手がなかったです。まあ、フィジカルは強いんですし、まあその最低限中盤としての選手の能力はあるんですけど、やっぱこの価格帯ってなるとここら辺が加速タイプの違いですね。もう一個色が欲しかったって僕は思うんですね。で、守備の話をすると、守備がこの選手の場合微妙でした。こことかも、まあ、相手マルティネッリで、例えばフリットだったりファンダイクであればもうなぎ倒してると思うんですよ。それがこの選手の場合ブルーザー持ってて、まあ、それを期待している中それができていないシーンが多くて、まあ攻撃もしっかり、やっぱりもっと攻撃的ないい選手っているので、まあ僕にはねどうしても中途半端に見えてしまいましたね、この選手のカードという感じで。最後守備のシーン、まあここはいい守備だったと思います。では最後アリソンまとめていきます。現在の価格が59万コインになります。個人的にはなしかなと思いました。あまりにも高すぎるかな。決して弱くはないです。身長193センチあってそこそこやれますし、まあスキル4逆足4であったりあるんですけど、やっぱりその能力値において一つズバ抜けるものがなかったですね。で、まあそれこそこの選手の見た目がフリットだったらそこそこ強いと思うんですけど、その身体的特徴も一個このアリソンはあんまりないんですよね。身長193センチあるんだっていうその存在感があまり見えなかったですね。で、まあ守備をしている時もそうなんですけど、攻撃をしている時もやっぱり何か一つ足りない。守備であればこの価格少なくともであるならば、あと 2,3 プレイスタイルをつけてよりもっと守備的な選手にするべきであったのかな。もしくはまあそれこそなんだろう、この選手にテクニカルプラスとかついてたら面白いと思うんですよ。全然関係ないトレートだと思うんですけど、そこら辺のドリブルトレートなのか、ちょっとやっぱパワーシュートって派手に見えますけど、
実際使えるかって言われたり、使いづらいものではあるので、まあ、そこら辺も含めて、まあ、決して悪いカードではないんですけど、58万出す SBC ではないのかなと思いました。で、まあ、プレミアリーグセンターミッド意外といないんですけど、まあ、プレミアリーグだけにこだわらず、あの60万の SBC ってことはそこそこのセンターミッドは買えると思うんですよ。ていうかいないんですよ意外と。で、まあ、それこそもう少し攻撃に特化させるのであれば、まあ、このレナート・サンチェスとか、あとはプテジャスとか、あとは誰かな、トゥラムとかが30万で買えるのね。あと、まあ、グラフェンベルフでもいいと思いますよ。まあ、この選手ちょっとワークレートが微妙なんですけど、あの同じことは絶対にできるので、で、まあ、本当に守備だけさせるのであれば、デクラン・ライスみたいなカードの方が確実に合っているので、まあ、そう考えると、まあ、ちょっと高いですよね。このカードとかが、まあ、24万にいるので、やっぱこういうカードの方が絶対強いと思いますよ、僕は。この選手の前、完全なる長いになるので、存在感もありますし、なおかつ、まあ、守備的なトレートも持っているので、まあ、せいぜいこのカードは、3、40万であってほしかったかな。で、アイコンでいい選手も多いので、アイコンのセンターミッドって安い選手多いっすね。シャビアロンソとかもそうですし、あとは誰だっけな、まあ、イアン・ラッシュとかも全然やれるので、イアン・ラッシュよりは強いですけど、まあ、このベルカンプとかも悪くないんじゃないですか。という感じで終えていきます。ちょっと年内最後のレビュー、残念でしたね。うん。もし何か質問コメントあればいつでもお待ちしております。僕はキーパーアリソンがシンプルに欲しかった。いいえ、見てたらキーパーアリソン、まあ、エデルソンでもいいけど、誰か強いキーパーを普通に SBC 出してくれ。それが2024年の願いです。ではまた。